中です。今配信中でございます。はい、続々と、少々お待ちくださいませ。太田さんのソロコンサートでございます。ありがとうございます。待っちゃいますか。今日のスタイリングは待っちゃいましょう。ちょっと価格を調整しますね。はい、大月さんですね。はい、はい、大月です。お願いします。じゃあ最初は始めます。はい、はい、映っておりますでしょうか。映っておりますでしょうか。皆様こんばんは。こんばんは。本日はいよいよ明日2月26日からオープンいたしますジョンブルルクア大阪店より、私上村と大月と太田でお送りいたします。ぜひ最後までご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、私たち3人の自己紹介ですね、簡単な自己紹介と、いよいよ明日オープンとなります店内をいち早く一部ご紹介いたしますので、ぜひワクワクしながら最後までご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速始めていきましょうか。はい、そうですね。はい、で自己紹介、私からさせていただきます。はい、お願いします。私が、店長させていただきます上村と申します。年齢は32歳です。ちょっと今ね、準備に気合い入りすぎてもう声ガラガラなんですよ。ちょっと本当に酒焼けとかじゃないので、そこだけちょっとご理解いただければと思います。聞きづらい声で申し訳ございません。こう見えて2児のパパやっております。ありがとうございます。ありがとうございます。お店とかで見た目年齢より若いねって言われたらすごい喜ぶんで、ぜひ言っていただければいいことがあるかもしれないです。サービスだった。はい、よろしくお願いします。一応今日3人ですね、ルクア大阪店で取り扱いさせていただくリベアヴィンテージですね、こちらを一部どこかに取り入れてスタイリングさせていただいてるんですけど、ちょっとね、簡単にね、はい、ここでスタイリングポイントを、ね、私からさせていただきます。こちらの方、去年からやらせていただいているスウェットのシリーズですね。こちらメインにスタイリングさせていただいているんですけど、普段ワイドパンツ履くことが多いので、いつも履き慣れているワイドパンツにちょっとミックスっていう形でリベアヴィンテージのスウェットを取り入れて、ちょっと足元ハイカットのスニーカーで、かわいいですね。ありがとうございます。かわいい。はい、これ靴下はナンバ店から来たんですけど、ナンバ店時代の同僚さんからいただきました。はい、素敵。ありがとうございます。はい、仲間の友情に感謝です。ありがとうございます。こんな感じでスタイリングさせていただきました。ちょっと簡単に、はい、じゃ以上でございます。次、大月さん、お願いします。はい、大月と申します。こう見えてもシリーズですか？わかんないんですけど。そうでしょう。こう見えてわかんないんですけれども。でも、こう見えてもっていうわけじゃないんですけども、はい、私、唯一3人の中で関西出身になります。はい、2人はでも、ツッコミも、ボケもよくやってくださるので、負けないように頑張りたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。着こなしですね。ちょっとワントーンのカラーリングなんですけども、それにちょっとね、上村とはちょっと違うアイテムで、少し薄手のロンティーですね。こんな感じですね。かなり薄手なので、これから着ていただくのに、本当新作なので、今店頭で見ていただけるたくさん、ちょっと後でも一部ご紹介するんですけれども、少しビビッドなカラーリングを指しているので、春っぽく気分もちょっと上がるかなと思います。ちょっと色を揃えてみました。はい、素敵です。ありがとうございます。以上です。はい、じゃあ杉岡さん、はい、お願いします。私、太田と申します。私出身は埼玉で、梅田に来て7年8年になるんですけど、梅田の店舗を実はルクアで3店舗目になりまして、一番最初はグランフロントの梅さんで、次に今ポップアップやってるんですけど、リンクス半年ほどで、新店としてルクアに、来ております。なので意外と
梅田詳しいです。ぜひ何でも聞いてください。お願いします。着こなしなんですかわいい、かわいい、見ちゃいますね、まあ、ミッキー、あ、おっと、おっと、ちょめちょめで、まあ、古着が好きなんで、まあ、そういったリビアだったりリビアバイヴィンテージっていうところも僕がこう割とこう得意な分野のアイテムをいっぱい揃ってますので、そういったこうミックスしたコーディネートをご提案できたらなと思って、組んでおります。以上でございます。ありがとうございます。おしゃれ番長、ね、よ、ありがとうございます。かわいい、はい、どん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 募集しております。どんどん募集しております、はい、どんどん募集しております。アクセスですか？アクセスですね。アクセス一応簡単にご紹介、はい、お店のアクセスを、はい、本当に簡単です。もう駅直結、JR の大阪駅から駅直結になりますので、すごいポイントとしましては、ルクアの側面ですね、2つありますね、はい、この左側に書いてるジョングルの文字がバンと出るので、ぜひそちらを見て楽しんでいただいてから中に入ってきていただいて、5階ですね、5階エスカレーターがあって少し右奥になるんですけれども、ちょっとこう少し奥なんですけど、すぐに分かっていただけると思うので、同じこのジョンブルのロゴがバンと見えると思うので、ぜひ、もう簡単ですね、傘もいらないので、そうですね、ぜひサクッと来ていただけるので、はい、よろしくお願いします。ソートのロゴがすごいんですよ、はい、すごいですよね、すごいテンション上がります、テンション上がります。初めて見た時ね、わーってみんな同じリアクションで、はいはいはい、ぜひそちらも必見でお願いします、はい、チェックよろしくお願いします。早速店頭ちょっと行きますか、はい、行きましょう、ちょっとじゃあカメラ外させていただくので、はい、一瞬失礼いたします、はい、ここからは私がカメラチェックしているので、ご質問等あれば全然コメントでお願いいたします、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとぐるっと行きましょうか、はい、行きましょう、行きます。こちらですね、まずはもういいストアコーナーですね、うんうん、はい、かわいい、かわいいですね、ジョンボルの PR をやっている、マリアがディレクションしている、表参道にインショップしている、お店のちょっとまあスペシャルアイテムをうちでもこう常時展開となりました。関西初ですかね、はい、素晴らしいです、まあ、イッチの別注のレザーのアイテムだったりとか、こちらですね、はい、かわいい、かわいいです、めちゃめちゃかわいい、 いいですね、ここも本当にモイさん、そうですね、柄が入ってるので、柄が入ってたりとか、まあ、オリジナル あのバッグだったりとか、お洋服も一部ご用意しております、うん、お花なんかもございますね、はい、お花も、先がこちらのカゴですね、はい、カゴもございます、はい、インテリアのもぜひ、インテリアもぜひ、はい、よろしくお願いいたします。ディレクターのセンスが本当にいいので、はい、いいアクセントになるかなと、はい、間違いないです、はい、でこちらがちょご質問いただいてますね、はい、こちらのスニーカーですね、はい、こちらジャーマントレーナーですかっていうご質問いただいてます、はい、あ、こちらですね、ジャーマントレーナーをベースに、まあ、エアをソールにエアが入っております。ちょっと見せましょうか、はい、こんな感じで、素敵ですね、かわいいですね、はい、お色が白と、なので通常のジャーマンと比べて、はい、また履き心地が全然違いますね、そうですね、よいしょ、一応ね、私も履いてるんですけど、はい、一応こんな感じで、かわいい、ちょっと分かりにくいですけど、かわいい、すごいクッション性も良くて履きやすいので、いいですね、ぜひ店頭で一度お試しくださいませ、はい、結構履くとまた感覚が変わるスニーカーなので、はい、ぜひ、あ、土曜日行きますっていうコメントいただいてます、 ありがとうございます、お待ちしてます、お待ちしております、すいません、僕こんなガラガラの声で初めて聞きました、うん、そうですよ ね、 ですね、気合入りすぎました、はい、お次がリベアヴィンテージコーナーですね、はい、リベアバイヴィンテージですね、はい、こちらはうちが、今アップサイクルプロジェクトとして取り上げている取り組んでいるリベアバイジョンブルから、さらに新しいこう古着をアップサイクルして、作っているシリーズで、かなりこのルカのために、たくさん作ってくれています。もう本当に職人が一点一点染めだったりとか、ハンドペイントしてくれたりっていうところで、本当に唯一無二のアイテム群となってますので、
古着は好きな方にももちろん刺さると思いますし、まあ、古着が得意でない方でもちょっとこう新しいアクセントにぜひ取り入れていただきたいと思いますので、この辺はぜひあのご相談ください。そうですね、あのユニセックスのアイテムなの で、ね、私も着てたのが一緒なので、はい、すいません。結構サイズ感大きめなんですけど、逆にこういう感じでレイヤードすると女性だと出てくるので、このここの部分楽しんでいただけるかな。可愛いですね。可愛いです。一応このロンティーのタイプが新型になるので、こちらも生地感スウェットに比べるとかなり薄くなってるので、まあ、アウターのインナーであったりとか、そうですね、はい、もうほんと初夏ぐらいまで通しで着ていただけるので、ぜひあのお気に入りの1枚を見つけていただければと思います。そうですね、はい、でこちらがリビアヴィンテージのコーナーですね。はい、でお次ちょっとメンズのコーナーをご紹介させていただきます。こちらがじゃ壁面一覧で全部メンズがずらっと並んでいるんですが、簡単にこの左側から大人気の S シリーズですね。こちらのシリーズのはいタグが裏になっております。ジョンブルの裏メニュー、裏メニュー、こちらもかなりね生産が少量になっておりますので、割と早いもの勝ちかなと思うので、結構そのサイズも2と3の展開なんですけど、女性がサイズに着られるようなことも全然できますので、うん、あの女性の方もぜひオーバーサイズで着ていただければ、そうですね、それ楽しめるかなと思います。じゃあお次いきますね。でこちらもインラインのジョンブルのコーナーですね。プリントのロンティーであったりとか、まあ、スウェット、シャツ、アウターなどかなり豊富に取り揃えております。個人的にはこの辺のあの玉虫のパティング系がかなりおすすめですね。いいですね、高級感ありますね。これ素敵ですね、はい、薄めなんで本当にもうシャツ感覚で着ていただけるようなシリーズになってるんで、まあ、セットアップはもちろん単体でも綺麗にご着いただけると思うので、かっこいいですね。店頭でぜひあの生地感見ていただければと思います。そうですね、実物じゃないとわからない感じですもんね。そうですね、はい、でこちらがですね、もう昨年からご好評いただいてる柄のパンツですね。いいですね、はい、このシリーズや、まあ、サルベージパーカー、うん、モッツコートなど、うん、もう柄の集積ゾーンになってますね。これ可愛いですよね。可愛い、結構そのデニムのジージャンの中とかに入れたりしてもらっても可愛いですし、うん、まあ、単体でもすごい雰囲気出せるアイテムになってますんで、シーズンの中着れそうですね。そうなんですよね、うん、割とまあ物によってちょっと生地も変えてたりするので、うんうん、ぜひまたこれもね店頭で、はい、手に触れていただいて、はい、で最後はデニムのコーナーですね。こちらがご好評いただいている ID シリーズであったりとか、うんうんうん、こちらも定番のオーバーオールですね、はい、この辺なども取り扱っておりますので、オーバーオールに関しては女性も着ていただけるの で、 そうです、ね、はい、最近本当に S や SS サイズ女性がご購入いただいていることもたくさんございますの で、 そうです、ね、ぜひ見ていただければ。はい、今太田さんが手に取っていただいたオーバーオールはもうこの見た目以上にめちゃくちゃ軽いので、そうですよね、触ってびっくりですよね、はい、おそらくもうこの映像越しでは伝わらない良さがあるので、ぜひねあのお店でも一回持ち上げていただいて、はい、ご着いただいて、はい、おそらくもうジョンブル史上僕の中では一番ストレスがないオーバーオールになってますんで、うん、素晴らしい、はい、ぜひお待ちしております。お待ちしております。すごいコメントいっぱいいただいてます。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。カラフル、カラフルです。リベアヴィンテージ楽しみです。ありがとうございます。ぜひ店頭お待ちしてます。お待ちしております。じゃメンズはこのくらいにして、はい、次はレディースのコーナー、はい、大月さんお願いします。はい、お願いします。すいません、結構レディース広くってあの全部お見せしたいんですけども、ちょっとねせっかくの楽しみなので、はい、本当に一部ですね。あのレディースはアティックバイジョンブルとちょっとねアティック固めではないんですけれども、あの実はユニセックスでも着ていただけるアイテムになるんですけれども、実は太田も履いてるのもアティックですね。あ、そうです、アティックですね。はい、あの素敵ですね。すごいぴったり、かっこいいですよね。絵もはい、M サイズを、はい、なのでもうユニセックスのアイテムになるので、本当にあのサイズ感、着こなしっていうのを楽しんでいただけるかなと思うので、あの以前神戸の方で実はここら辺だったりとか
あのご紹介させていただいているものにはなるので、一度ちらっと見ていただいたことがある方いらっしゃるかもしれないんですけども、比較的アンティークの商品もたくさん取り揃えております。あと、もうそうですね、もうパッと全体見た時に結構レディースはカラフルで、あのまたメンズのカラフルさとは少し違うカラフルさもあるかなと、はい、思いますので、私個人的には結構こう今日はカラーをリビアヴィンテージ混ぜてのカラー店なんですけども、あのすいません、こちら行ってもいいですか。はい、はい、行きましょう。私が着てる色違いとか実はオレンジだったりっていうのもあるので、これ可愛いですよね。これすごい綺麗なお色で、あと実は白もあるので、白は私が着てるみたいな感じで中に色を入れる感じで楽しんでいただいてもいいかなと思うので、この組み合わせが本当にリビアヴィンテージかなりたくさんカラーリングあるので、組み合わせはもうご自身であの選んでいただいて、私たちも一緒に見ていただけるかなと思うので、ぜひそこは組み合わせ楽しんでいただければいいかなと思います。はい、ぜひね、スタッフと一緒に相談して悩んでほしいですね。今までとちょっと少し違って、こうミックスしてカラーリングだったりスタイリング、バランスっていうのを楽しめると思うので、ぜひ今までにない組み合わせだったりっていうのを楽しんでいただければいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、お店の全容はぜひまたご覧いただいて、はい、そうですね、見ていただければいいかなと思います。じっくり楽しんでいただいて、そうですね、あとはそうですね、この辺はちょっとアクセサリー類とかもございます ね、 そうですね、シルバーアクセ、あとイヤーカフが比較的こちら全部実はイヤーカフになります。ちょっと小ぶりなものが多いんですけども、重ね付けすごく楽しんでいただけると思うので。素敵ですね、すごい可愛いです。これイヤーカフって本当便利ですよね。便利ですね、あの本当に女性だけじゃなく男性もイヤーカフはつけていただけますし、ちょっとやっぱ今からピアス開けるのあれだなっていう方にも手軽に楽しんでいただけるので、もうお洋服と合わせて見ていただければいいかなと。あとはもう、あのうちはもうマスクもカラーリングすごくたくさん取り揃えてますので、マスクも一緒に見ていただければいいかなと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。 お店広いですねってコメントいただいてます、はい、関西で実は一番広いんですよね。そうですね、そうです、はい、はい、すごい、このライブの一瞬でそれを察知していただきありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。奥行きが結構あるので、はい、見応えがすごいありますね、はい、はい、私は迷子になっております。迷子になりますね。大丈夫ですか、帰れますか。足りないかもしれない、帰れますか。店頭で迷子になりますね、もうここまで広かったら。そうですね、はい、おそらく実際また来られたらもう本当により広く感じていただけると思うので、はい、はい、ぜひその辺も、はい、はい、空間を楽しんでいただければと思います、はい。今この辺ちょっとバッグ類もございますね。はい、ペアキーのバッグですね。はい、これすごい軽くて使いやすいですよね。そうですね、形もバリエーションすごくあるので、うん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 、お好みの形見つけていただけるかなと、はい、はい、思います。ぜひ、はい、こちらもよろしくお願いします。お願いいたします。では店頭の紹介はこの辺にさせていただいて、はい、そうですね、あとはぜひ明日楽しみにしていただいて、はい、一応今ルクア大阪の営業時間がちょっとあの緊急事態宣言中に伴いまして、あと30分閉店時間早くなっておりますので、はい、オープンが朝10時半からですね。で閉店時間がいつもは20時30分なんですけど、はい、2月末までとりあえず20時になっておりますので、それだけご注意いただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。3月以降の営業時間はまたね判明次第ちょっとね、まあ、オフィシャルサイトであったりとかにも、はい、ルクアの公式ホームページにも掲載させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごい重大発表ですね。そうです、重大発表ございますね、はい、変わります。大事な発表がありますね。はい、はい、なんと、はい、なんと、はい、この明日からの3日間ですね、はい、26、27、28日ですね、はい、ルクアのハウスカードですね、はい、ポイントカードがあるんですが、はい、この新店オープンの店舗だけ限定でなんとポイントが5倍。え5倍つきます。5倍つきます、はい、いいんですか。はい、もう大盤振る舞いでございます。ありがとうございます。ポイントもつきますし、ポイントつきますしね、はい、はい、お
ぜひ。これは逃せないですね。逃せない。まあ、今本当に新作とかもたくさんある状態なので、うん、このタイミングに春のですね、はい、はい、私たちと一緒に、はい、ぜひ決めさせていただければと思います。そうですね、リペアシリーズは早物勝ちなんで。そうですね、はい、お、ハートもいっぱいいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、また土曜日お店に行きますとコメントいただいております。ありがとうございます。早い方がいいですね。そうですね、はい、なんかスタッフも結構、ね、これ欲しい、これ欲しいってなっちゃいますもん。そうなんですよ。そうですよね、はい、本当に昨日ぐらいからね、もうこれどれ買おうかなみたいな感じで、そうなんです、すごい悩んでるので、はい、ぜひ、はい、お待ちしております。はい、以上で、そうですね、はい、今日はサクッと、今日はサクッと、はい、続きは店頭で、はい、お待ちしております。それでは、はい、また次のインスタライブでお会いしましょう。お会いしましょう。ごめんなさい。そういう言葉がちょっと分かんない。そうですね。ちょっと、はい、ちょっと明日以降はちょっといい声で、はい、ご対応させていただきますので、コンディション万全にしておきます。すいません、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。インスタライブ初心者たちのこの、あ、すごい、女子一人のハートで残っちゃった。女子一人になったらすごいハートが飛びました。あ、本当ですか。僕らいらなかったかもしれないですね。いやいやいや、さよなら、さよなら、さよなら、ありがとうございました。